皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はスペース X 解説の続きをやっていきます。今回がその3になるんだっけか。そうね、息の長いシリーズになりそうね。うげえ、もっと努力して短く終わるようにできないのかよ。かいつまんだ解説ができない私も悪いけど、17年間でたくさんの歴史を作ったスペース X さんサイドにも問題があるわ。そういう歴史をまとめて短く解説するもんだろ。期待には応えられないわ。さて、2006年3月24日にスペース X が開発した初めてのロケットであるファルコン1初号機の打ち上げを実施したけど、途中でロケットに異常が起きて打ち上げに失敗したわ。確か前回の解説で本来はこのオメレック島からの打ち上げじゃなくて、バンデンバーグ空軍基地からの打ち上げだったって言ってたよな。そうね。なんで打ち上げ場所が変更になったんだ？2006年3月24日の打ち上げはテスト結果が不良だったことや製造トラブルなどで、打ち上げまで何度も延期になった結果なんだよね。当初はいつ打ち上げ予定だったんだ？2005年10月31日よ。打ち上げの半年前が本来の打ち上げ日だったのか。この時点ではバンデンバーグ空軍基地からの打ち上げだったんだけど、同じような時期にバンデンバーグ空軍基地からタイタン4という大型ロケットが打ち上がる予定で、そのタイタン4の打ち上げがファルコン1の遅延に巻き込まれそうだったから、ファルコン1をさらに遅延しても影響が少ないオメレック島からの打ち上げに変更したわ。そういうことか。でもアメリカにはもう一つ大きな発射場があるよな。ケープカナベラル空軍基地のことでしょ？そうそう、それ。なぜアメリカに二つの大きな発射場があると思う？なぜってアメリカだからだろ。何の答えにもなってないし。だってアメリカなら特に意味もなく二つ作りそうだからな。答えは打ち上げ方向よ。どういうことだ？これを見て。バンデンバーグ空軍基地とケープカナベラル基地の場所を示した地図なんだけど、何かわからない？ロケットの製造場所から近い方に輸送できるとか？違うわ。バンデンバーグ空軍基地は南方向への発射専用で、ケープカナベラル空軍基地は東方向への発射専用よ。バンデンバーグ空軍基地から東方向へ発射すると、アメリカ上空を横断するように飛んでいくことになるから、一段目が領土内に落ちて国民が危険にさらされるし、もし万が一ロケットに異常があったりして墜落したら大惨事よ。なるほどな。一方、ケープカナベラル基地から南方向に飛ばすと、キューバなどの他国上空を通過していくから他国の許可なしでは発射できないんだよね。そういう事情があるのか。だから、バンデンバーグ空軍基地からケープカナベラル基地へ変更ということができないんだよね。まあ、ファルコン1については初めての発射なわけだから。もし発射に失敗して発射場が損傷なんてしたら、次に控えているタイタン4の打ち上げ日程に大きな狂いが出るから。そういうのもあったわけね。なあ、そのタイタン4ってのはそんなに優先されるべき打ち上げなのか？この時にタイタン4が打ち上げた衛星は USA-186 よ。何をする衛星なんだ？アメリカの偵察衛星ね。ああ、そりゃ優先だわ。でも、オメレック島も打ち上げにはなかなかいい環境なんだよ。そうなのか？これを見て。周りに島がわずかしかないところだしね。逆に輸送費がかかりそうだな。これのせいか理由は公表されていないけど、バンデンバーグ空軍基地から打ち上げる予定だった2005年までは、ファルコン1の価格は一発590万ドルだったんだけど、オメレック島から打ち上げることになった2006年からは670万ドルに値上がりしたわ。80万ドルの値上げか。ファルコン1の製造場所と同じカリフォルニア州だったバンデンバーグ空軍基地から、ハワイよりも遠いオメレック島だからね。値上げしないと会社が潰れてしまうわ。確かにな。でも打ち上げに失敗したんだろ？そうね、前回伝えた通り失敗したわ。何が原因だったんだ？ロケット内部で燃料が漏れたわ。あらま、ナットをきっちりと閉めてなかったとかか？最初はそう思われていたわ。でもよく調べてみると、燃料ラインにあるアルミ製ナットが塩害で腐食していたことが原因だったわ。いくら発射場が海沿いとはいえそんなことってあるのか？あったんだから、しょうがないでしょ？いやまあ、そうだけどさ。改善として、アルミ製ナットを表面処理をしたステンレス製にしたのと、ファルコン1初号機が墜落した際に搭載していた衛星が分離して発射場設備の屋根に落下したから、分離機構の設計を含めてロケット全体の設計をやり直したのと、ソフトウェアも多数書き換えたわ。もうほとんど別物になってそうだな。
そうして迎えた2回目の打ち上げは2007年1月に行われる予定だったんだけど、2段目に問題が発生して3月9日に延期になったわ。打ち上げは今度こそバンデンバーグ空軍基地からなのか？いいえ、オメレック島からよ。衛星を落として発射場設備を破壊したんだからバンデンバーグから打ち上げられないわ。なんだか野球の2軍球場扱いだな。そして3月9日の打ち上げ予定がまた延期になって3月19日になったわ。次はどこに不具合があったんだ？今度の延期はミニットマン3が飛んでるからよ。ミニットマンってなんだ？アメリカの大陸間弾道ミサイルで、バンデンバーグ空軍基地から定期的に試験発射していて、それがオメレック島付近で大気圏再突入するからってことで延期になったわ。それはしょうがないな。でも3月19日に打ち上げられなかったわ。また延期かよ。次はどうしたんだ？ロケットとの通信の問題やその他にもいろいろあって3月21日に延期になって、2007年3月21日の1時10分にオメレック島から模擬衛星を搭載したファルコン12号機が打ち上げられたわ。今度は無事に飛んでいくだろうな。ところがどっこい。え？1段目の燃焼が終わって切り離している最中に、1段目と2段目の間にあるステージ間ペアリングが2段目のエンジンモデルにぶつかってしまって、これによって少しずつ振動が増幅していって、2段目エンジンが予定よりも早く停止したせいで必要な速度が秒速 7.5km に対して秒速 5.1km しか出ず、所定の軌道に乗せることができなかったわ。2回目も失敗か。スペース X はもともと試験飛行だったのと、高度 289km に到達したことや必要なデータが収集できたということで、軌道には到達しなかったけど打ち上げ自体は成功としているわ。まあスペース X がそう言ってるならそうなんだろうな。スペース X は収集したデータをもとに分離機構などの設計をやり直したり、エンジンの改善をしたりして、2008年8月に3回目の打ち上げを行うわ。3度目の正直というし、さすがに今度は成功するだろ。3度目の正直という言葉がアメリカにもあるのかどうか知らないけど、アメリカ空軍の技術実証衛星トレイルブレイザーやマーキュリー計画からの宇宙飛行士のゴードン・クーパー、スタートレックなどに出演した俳優のジェームズ・ブーアンなど、308人の位牌を入れた衛星エクスプローラーなどを搭載したファルコン1 3号機が、2008年8月3日の3時34分にオメレック島から打ち上げられたわ。位牌を打ち上げるサービスがあるんだな。打ち上げは順調にいったかに見えたけど、1段目を切り離した直後に1段目が2段目に衝突したせいで、2段目エンジンが破壊されて失敗したわ。また切り離しでの問題かよ。切り離しって燃焼が終わったからやるんだろ？そうなんだけど、切り離しタイミングのプログラムが誤ってて、まだ水力が残ってるのに切り離したからゴツンゴツンとぶつかってるってわけね。使い切る前に切り離したってわけか。これで3回連続の失敗で、スペース X は4回目の打ち上げを計画するんだけど、スペース X はすでに崖っぷちでね。どうしたんだ？もうスペース X の手元資金が残ってなくて、あと1回しか打ち上げができないわ。あらま、これでスペース X の壮大な計画も終わりだな。でもスペース X はその窮地を脱することができたわ。イーロン・マスクがポケットマネーでも出したか？かねてより交渉していたファウンダーズファンドから2000万ドルの投資を受けたわ。やったね、スペース X。 でもイーロン・マスクにとってはどうだったんだろうね。なんでだ？ファウンダーズファンドの共同設立者にピーター・ティールという人物がいてね、イーロン・マスクが CEO を務めていたペイパルの共同設立者であり、イーロン・マスクが CEO から降ろされた後の後任者でもあるわ。ちょっと複雑なところがあるんだな。まあ背に腹は変えられないってところかな。そうだろうな。でも2000万ドルではそんなに長く会社を運営できないし、いつまでも失敗ばかりしては今後の受注活動に影響するわ。そうだな。だから4回目の打ち上げはきちんと打ち上げができることをアピールするために、どこからの受注打ち上げでもないスペース X 自身が作った衛星を搭載して打ち上げるわ。もう失敗は許されないか。成功するのか失敗したのか次回をお楽しみに。まだこのシリーズ続くのかよ。今日も元気に打ち上げてますでもう終わりにしたらいいんじゃないのか。今日も元気に打ち上げてますが次回は4期目の打ち上げを解説します。終わる気ないな。わーわー言うとりますがお時間です。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。
チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。